はい、皆さんこんにちは、カメノコアタシです。はい、今回ですね、あのトンボ鉛筆さんのモノグラフシリーズのシャーペンにまたまた素敵なカラーが登場。いやー、またね、いいカラーが出ました。非常にね、爽やかなねカラーでね、もう春にねこれぴったりなんじゃないかなと思います。でね、自分全色行ったわけではないんですけど、まあそのうちね4本もね行っちゃった感じになります。はい、でもですね、今回のやつね、全色行かれる方ももしかしたらいるんじゃないかなというほどね素敵なやつになります。でね、まあちょっとねこれ詳細がわかんないんですけど、はい、まあこれもちょっと後でね事情の方を言ったりもするんですけど、はい、もしかするとね限定なんじゃないかなって個人的にまあ予想したりもしてます。でね、結構ね自分が見てる範囲でもバーって売れてたりもしてたんで、ぜひですね見かけられた方はお早めに確保していただけるといいなと思います。この動画を収録しているのが2021年の2月26日なんですけど、そうですね、2021年の2月20、まあ、20日あたりぐらいからまあ各店舗、はい、ちらほら並び始めたかなという商品になります。はい、という感じですね、まあ今回の動画ぜひですね最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでですね、まあ今回ね自分が買ってきた4本の方を紹介したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい。まあね、これまあ自分他にもね、いろいろ持ってるんですけどね。はい、トンボ鉛筆さんのモノグラフの、はい、今回のやつがクリアーカラーっていうやつになります。まあ、どんだけね、モノグラフ増えるんだよという風な感じなんですけど、はい、もうなんかあれですね、ペンデルのスマッシュみたいな感じになってますね。まあ、筆箱皆さん、まあ、いろいろ作られてると思います。まあ、自分もいろんな空張りのやつ作ったりしてるんですけど、まあ、それにまあ、添えるような一本とかですね。はい、まあ、なんかそんな感じですね。まあ、実用でバリバリ使うというよりも、なんかファッション的な感じで、まあ、ちょっと買っちゃった感じでは、まあ、正直あったりはするんですけど、はい、0.5 ミリと 0.3 ミリのね、はい、シャーペンが出た感じになります。でね、自分は結構動画とかでもね、構造とかいろいろ紹介とかしたりしてて、まあ、中のこういう風なね、メカニックな部分とかもすごく自分好きだったりするんで、もうそういう方にはこのぴったりなね、もう全部がクリアなカラーも今回出た感じになります。これ非常に嬉しいですよね。はい。でね、あとはですね、こちらですね。はい。まあ、クリアなんですけど、ちょっとこういう風にね、色が入ったようなやつ。で、結構なんかネオンっぽいような、はっきりしたようなカラーですね。はい。まあ、こういう風なやつがね、まあ、今回出た感じになります。でね、あとでですね、お店のね、重機の方、まあ、自分が買ってないようなやつとかもね、まあ、いろいろ含めた感じのやつを、まあ、ちょっとまとめたやつを出したいなと思うんで、そちらの方でね、詳しい色の方は確認していただけたらなと思います。はい。というような感じでですね、まあ、今回こんな感じの、モノグラフシリーズに、まあ、クリアカラーのやつが出ました。はい、値段の方がですね、まあ、ちょっと後ろのところに書いてあるんですけど、ちょっと拡大していきましょうか。はい。まあね、値段がですね、これちょっと値札がついてるやつなんですけど、税抜きで350円です。まあ、税込みで385円になります。はい、結構ね、これリーズナブルなんですけど、結構機能がね、いい感じで詰まったシャーペンになります。で、まあ、後ろにね、これ書いてあるのは、これ普通のモノグラフとあまり変わらないです。まあ、これは後で出しながらね、自分がいろいろ紹介した方がわかりやすいと思うんで、まあ、それを見ていただけると嬉しいなと思います。まあ、一応書いてあるのが気になる方は、まあ、こんな感じで書いてあります。まあ、0.3 ミリはこんな感じで書いてある感じですね。はい。で、まあ、0.5 に関しても、後ろ書いてあることはもう一緒です。まあ、ここのところがまあ、ちょっと違ってるぐらいでね。はい、まあ、書いてあることはまあ、よく似た感じになっております。はい、まあ、こんな感じですね。あとはまあ型番とかがね、まあ、色によって違うかもしれないんですけど、まあうん、書いてあることは大して変わらないです。で、表に書いてあることに関しても、まあ、特に変わったことは書いてないです。でね、今回のやつですね、ちょっとね、限定かどうかっていうのがね、わかんないんですよね。でね、というのもですね、今回のね、この、はい、まあ、素敵なカラーでいいんじゃないかなと思うんですけど、今回のやつですね、どうもですね、トンボ鉛筆さんの公式でね、アナウンスがされてないんですよね。はい。まあね、でもですね、こういうふうに出ました。こういうことってね、たまにあったりとかもします。でね、まあ、これ、じゃあ、問屋さんとかの限定なのかなって、まあ、自分は予想はしてるんですけど、まあ、問屋さんもね、結構
バーってアナウンスしてくれるとことかもあったりとかもするんですけど、今回のとこはね、どうもそれがない感じなんですよね。で、見かけたお店っていうのが、まあ、東急ハンズさんとか、あとはロフトさんとか、他にもなんか、いろいろ文房具の雑貨店とか、まあ、いろいろ、結構、SNS の方とかで、他店舗にね、渡ってる感じなんで、おそらく問屋さんが、なんか、別注をかけて作ったやつなんじゃないかなと思います。はい。でもね、限定かどうかっていうのを、これはね、ちょっと知っておきたいんですけど、ちょっとわかんなかったんですよね。はい。でもね、個人的にね、多分限定なんじゃないかなと思ったりもします。なんでね、お早めに見かけたらね、確保していただけるといいなと思います。はい。ということでですね、じゃあちょっとですね、中の方をね、開けていきましょうか。はい。まあ、これね、0.3mm の方ね、ちょっと開けてみたいなと思います。はい。0.3mm の方、はい。こんな感じの、はい。ちょっとね、ここのところがね、はい。なんか、どういう体かな、なんか、スモークがかかってるというかね。はい。なんか、そんな感じの、なんか、透明になってます。一方ですね、これ 0.5mm の方なんですけど、はい。まあ、ちょっと開けてみるんですけど、はい。これ下のところが、下の方が 0.5 です。上のところがこれ 0.3 なんですけどね。はい。なんかね、仕様が違いますよね。はい。まあ、そうなんですよね。今回ですね、0.5 と 0.3 で、はい。まあ、同じ色のね、名前のやつがあったりするんですけど、若干こんな感じでですね、はい、神経以外のところでなんかね、こういう風に仕様が違ったりするんですよね。はい、なんでね、後でですね、出す、重機のね、やつにちょっと説明加えたやつを出すんですけど、そちらの方をね、詳しく、見ていただけると嬉しいなと思います。はい。じゃあちょっとね、ペンのね、説明とか、まあ、その辺とかは置いておきまして、先にですね、重機の方でね、カラーリングの方をね、確認したいなと思います。はい、ということでね、じゃあお店でね、どんな感じで売られてたかと言いますと、こんな感じになります。はい。まあ、こんな感じで、お店の方で売られてました。これね、右側ですね。こっち側が 0.3mm です。で、左側がですね、これ 0.5mm です。はい。0.5mm の方がね、まあ、6色出た感じなんですよね。で、一方ですね、この 0.3mm の方が、まあ、3色出た感じになります。で、ここのところに替えの消しゴムが、置いてあったような感じになります。はい。じゃあですね、自分がですね、これにね、ちょっと説明をさらに加えたやつを出したいなと思います。まあ、それをね、ちょっとスクショタイム、5秒間ほど設けたいなと思います。はい。ということでですね、じゃあ、これに説明加えたやつがこちらになります。まあ、こちらになるんですよね。はい。ということでですね、じゃあ、スクショタイム5秒間設けたいなと思います。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい。ということでね、スクショ取れましたかね。はい。まあね、これ、左が 0.5、右が 0.3 になります。でね、これなんか、ハッシュタグ、爽やかクリア、ハッシュタグ、なんか、ふんわりクリアみたいな感じでね、書いてありました。で、一応ですね、左の方がこれ、スケルトンカラー。で、右の方が、フロストカラーになってます。はい。でもね、全体としてはなんか、クリアカラーのなんか、このモノグラフが出ましたよ、みたいな感じになってます。でね、これね、頭にね、星マークをつけたんですけど、このカラーがですね、0.5 と 0.3 で共通な、まあ、色になります。ただしですね、先ほど見ていただいたように 0.3mm の方が全体的になんかスモークがかかったような感じでちょっと仕様が違っております。後でね、この左右の方にね、ちょっとこの 0.3 と 0.5 の様子もっと拡大したやつを出したいなと思うんですけど、はい、まあ、色が同じ名前なんですけど若干違うということはご注意ください。ですね、これ頭にね、星をつけてなくてですね、文字まで色がついてあるやつ、このクリアライム、クリアブルー、クリアピンクに関してはこれ 0.5mm のみとなっております。まあ、個人的にね、黄色が大好きなんでね、このクリアライムのね、色を買った感じなんですけど、これライムというよりもどちらかというと結構蛍光イエローに近いかなっていう感じの、まあ、ライムになっております。このクリアブルーに関してもこれ水色というよりもブルーに近いような感じです。はい。まあ、こんな感じでね、ちょっと色に関してもね、これ実物見た方がより、あ、こういう風なまあ、同じ色合いでもこっち寄りの色なんだみたいな感じのがちょっとわかるかなと思います。ちなみにですね、詰め替えの消しゴムに関しては100円、まあ、それに税なんで110円です。で、本体価格はまあどちらも変わらず、まあ、350円が税抜きで、税込み価格は385円になります。で、登場したのが2021年の2月20日頃ですね。まあ、この頃からお店の方で並び始めて、まあ、SNS とかでも、まあ、お店が並び始めましたよみたいなことをまあ言ってる感じですね。で、まあ、限定かどうかはちょっと分かんないんですよね。まあ、本家はアナウンスがされてない商品です。まあ、おそらく問屋さんがまあ別注かけたやつなんじゃないかなと個人的に思います。はい。で、これはね、なんかちょっと別の店舗のところでなんかね、こういうな、
なんかポップみたいなのがついてたんで、まあこれをちょっとここに入れ込んだ感じになります。で、真ん中にですね、こんな感じで扇みたいにバーってなってるんですけど、一応この上のこの1、2、3、4、5、6本ですね、まあこれが 0.5 ミリです。で、下のこの部分ですね、ここのところはまあ 0.3 ミリのまあカラーリングになっております。で、まあ下のところにちょこちょこちょこってまあ裏面に書いてあったようなね、はい、まあこれはトンボ鉛筆さんのこのモノグラフシリーズ、まあ共通でまあ書かれているような、まあこの機能ですね。はい、フレノック、フレロック、はい、あとは繰り出し消しゴムのことがまあ下のところに説明が書いてあった。はい、まあこんな感じのやつになっております。はい、じゃあ皆さんもう大丈夫ですかね。はい、メモれましたかね。はい、というような感じでね、じゃあちょっとこれの方を置いておきます。じゃあちょっとですね、このカラーリングですね。あ、でもこれ置いとこうか。はい、まあ置いておいてちょっとね、拡大したやつを出してみますね。まずは 0.3 ミリを出してみたいなと思います。はい、まあ、これがね、0.3 ミリです。確かにですね、上の部分ですね、これ色がついてるところがちょっとスモークがかってるかなというのがね、お分かりになるかなと思います。はい、そんでこの台紙のところですね、はい、パッケージの台紙のところがこの薄い紫色になってるんで、これで 0.3 ミリって判断していただけるといいなと思います。はい、一方ですね、0.5 ミリのやつ、はい、出したいなと思います。はい、0.5 ミリの方、これ水色、になってる感じなんですよね。で、この色とこの色がまあ同じクリアパープルなんですけど、この、はい、パープル具合がちょっとね、こっちの方がよりクリアかなっていう感じになっております。まあ、こんな感じのね、若干の違いがあるんですよね。はい、じゃあ右側もね、これ 0.5 ミリのやつに変えたいなと思います。まあ、こちらの6個を、まあ、この左右に並べた感じなんですけどね。はい、まあ、こんな感じの拡大すると色合いになってる感じです。はい、まあ、無理せずにですね、皆さん、推しのカラーを言っていただけるといいなと思います。まあ、自分は黄色が大好きなんで黄色。あとは構造とかいろいろ自分動画とかで紹介してるんで、まあ、このクリアのやつは言ってみたい。あとはですね、このピンクに関しては自分結構可愛らしい、ファンシー文具系とかね、まあ、そういうの好きで結構ピンクのやつも持ってたりするんで、じゃあピンクを行こうかっていう感じです。ただですね、この左右のやつもこれなんか夢川要素で使えたりもしますし、青をいっぱい持ってるよっていう方は、まあこちらのやつ行かれてもいいかもですね。はい、まあ人それぞれまあいろいろそれは思いがあるんじゃないかなと思います。はい、というような感じでですね、まあちょっとまあ説明の方はこれで置いておきましょうか。はい。ということでですね、じゃあちょっとですね、このね、モノグラフシリーズのこと、はい、あまりまだ、詳しく知らないよっていう方のために、ちょっとだけね、説明の方をしたいなと思います。はい。まあ、これ、後ろのところをね、ちょっと照らし合わせながらちょっと見ていきましょうか。じゃあちょっと拡大していきますね。はい。まあ、上のところにですね、これ、繰り出し式の消しゴムがついてます。ちょうどこれね、クリアのやつ、これ説明にいいですよね。はい、ここのところをくる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 ひねると、結構長い消しゴムがこういう風についてるんですよね。はい、しかもね、結構これ、もうこれ消しゴムのモノってついてるぐらいなんでね、消し味に関してはね、かなりいいです。はい、モノのやつがこれおそらく使われてると思います。で、結構ガシ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 こうやってね、使っていただけることを、まあ、想定してるのか、結構この詰め替え消しゴムね、100円でいっぱい入ってますし、はい、結構これ、売られたりしてるんでね、もうガシガシ使っていただいていいと思います。はい、まあ、通常のやつとこれ、仕様に関しては変わらないんでね、はい、どんどん使っていただけたらなと思います。でですね、ここのところ、まあ、下にこういう風にノックすると、こういう風にノックすることができるんですけど、これ実はですね、もう一個出す方法がありまして、それが、はい、カタ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 今音が鳴ってるんですけど、振ると中のこの金属が動いて、はい、ドクターグリップみたいな感じで、振るとですね、先っぽがこういう風に出てくるような感じになります。ただこれがね、カチャ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 うるさいということでね、学校によってはね、禁止されてるところがね、あったりするかもしれないです。まあ、その場合はこっち側でね、ノックしていただけといけるんで大丈夫です。でですね、これね、カチャ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 、これ筆箱の中で勝手にね、振られてね、芯が出るとまあ困ったりするんで、実はですね、これね、ロック機能がついてるんですよね。はい、これをね、上にカチッとこういう風に上げますと、今カチッって言ったんですけど、はい、まあ、ここ若干動くんですけど、この振れ幅がすごく狭くなりまして、はい、これがね、振ってもね、出ないっていう風なね、振れロック機能っていうやつがね、はい、こっちですね、はい、ついてる感じになります。これね、ドクターグリップ、パイロットさんのやつではちょっとついてない機能なんでね、これは個人的にね、素晴らしいなと思います。で、今回のね、これがですね、透明になったことによってね、このフレロック機能の秘密がね、今回ね、明らかになったんですよね。はい、これどんな仕組みだろうって思ってたんですけどね、これ上からこれ下に下げたらわかりますかね？ここのところがですね、はい、上に上げると、キュッてこういう風に狭まって、はい、この狭まったところがここに当たる感じなんですよね。これ一方ですね、はい。まあ、こちらのところ、これ、下にこういう風に下げると、まあ、ここのところは開くんで、金属がさらに上のところにグーってこういう風に入り込む。はい、これでね、どうやら制御してたようですね。
はい、もう透明になってこそ初めて分かったところもありますし、いや透明いいですよね。結構いろんなね色とかにも合うんじゃないかなと思います。はい、というような感じでですね、まあこっちとこっちはねちょっとまあ今回の動画ではちょっと開けないです。後で開けたいなと思います。まあ自分は黄色が好きなんで、まあ先ほど言ったように、まあ黄色を買ったのと、あとはファンシー文具とかね可愛らしいやつが好きなんで、まあこちらのピンク、はい、まあこちらを買った感じです。じゃあですね、このクリアの色合い、はい、これどんなねペンとかに合うかなと言いますと、はい、まあもちろんクリア同士ですね、はい、まあこんな感じのやつとも、まあ、あったりもしますし、はい、あ、これもそうかな、これもドクターグリップですね、はい、エースのやつですね、透明のやつです。はい、あとはですね、こういうふうなね白っぽいようなやつですね、はい、まあこういうふうなやつとかともあったりもしますし、はい、あとはね木軸でも結構明るめのやつかな、はい、まあこういうやつとかともあったりもします。あとはですね、はい、こちらですね、はい、まあこんなメッシュのペンポーチとかもあったりとかもしますし、まあこんな感じでコーディネートしていただけるとね非常にいい感じで持てるんじゃないかなと思ったりもします。はい、じゃああとはですねちょっと書き味の方をねまあ紹介したいなと思います。じゃあちょっと紙の方を出しまして、これ持ってみるんですけど、まあ重心はどのあたりにあるかと言いますと、まあこのあたりにあります。割と低重心なんですよね。はい、それでは先っぽの方もねこれ見てみますとね、はい、結構これね口がねもうしっかりしててね、このガイドパイプこれ4ミリまではないと思うんですけど、まあ 3.5 以上ぐらいはあるような感じで、結構製図ペンライクみたいな感じなんですよね。はい、まあこれ持った感じもね結構いい感じですし、先端がこういう風にねシュッてなってるんで、はい、視認性もいいですし、まあ定規とかにね当てて書いたりするのもまあいいんじゃないかなと思います。はい、まあいい感じで、まあ、書くことができる感じになっております。ですね、口がね結構気にされる方いらっしゃると思います。はい、まあ、これねなんとですね先っぽがですねなんと金属チャックがね使われてるんですよね。はい、しかも三つ股のね結構しっかりしたやつがね使われてます。じゃあちょっと見てみましょうか。はい、まあこんな感じですね。はい、はい、まあ、こんな感じでね、はい、三つ股のこういうふうな、はい、チャックがついてる感じになります。はい、まあ、これはですね350円ってね結構自分頑張ってるんじゃないかなと思います。で今回もねこういうふうに素敵なカラーリングになったにもかかわらず値段がそんなに上がってるっていうわけでもなかったりするんでね、はい、ぜひ皆さんですねこれ見かけたら確保してみてください。ですね自分冒頭にねちょっと言ったんですけど、またまた素敵なカラーが登場ということなんですけど、実はですねこれ去年の時にねすごく空前のヒットを飛ばしたね商品があるんですよね。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。まあこれも姿形は一緒なんですけど、まあ色がね違うっていう感じでね、うまくこれ色を変えてね出して成功した例なんですけど、はい、これがですね同じくモノグラフのこれスモーキーカラーっていうやつになるんですよね。はい、まあ動画の方ではですねどっちかな、はい、こちらですね。はい、まあこちらの方でね紹介した感じなんですけど、まあこれ以外のね色合いもあったりもします。これ人気のスモーキーカラーをうまく採用したやつでね、これがね爆発的にねこれ売れたんですよね。ただですね、なんかちょっと転売かなって思うようなね、ちょっと、まあ、買い方をされた例もね、まあ、全国であって結構品薄になっちゃったところもあります。でね、これに関しては、公式からまあ出た感じで、はい、まあ、限定ですよみたいな感じで始めてました。あまりにも人気すぎて第2弾みたいな感じが出て、第2弾ももうすぐ売り切れたような感じです。まあ、その時はこれ限定って分かったんですけど、今回のやつがね、ちょっと限定かどうかっていうのがね、その辺、問屋さんがアナウンスしてないっぽいような感じですし、お店の方もちょっとアナウンスされてないんですよね。ちょっとね定番だったらね本当にごめんなさいっていう感じなんですけど、個人的になんか限定なような気もするっていう風な感じ、なんかそんな予感がしたりするんですよね。はい、なんでねぜひですねお早めに、まあ、これの二の舞にならないようにね、これ手に入れられなかったっていう方もいらっしゃったりも中にはすると思うんで、はい、ぜひですね見かけられたらお早めに好きなやつ加工していただけるといいなと思います。はい、というような感じでですね、まあ、最後に全部でまとめたやつ出しておきましょうか。はい、まあ、こちらのやつをねもう一度出しておきまして、はい、まあ、今回はですねこのトンボ鉛筆さんのねモノグラフのクリアカラーの紹介でした。はい、というような感じですね。まあ、この動画が良かったという方はぜひグッドボタンをでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもですねいろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。